動画ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人のあなたに対する真剣度はというテーマで、あなたがですね今気になっているお相手の方が、まあ、あなたに対してですね、どれくらい、まあ、真剣に向き合っていらっしゃるのか、まあ、真剣にね思ってくれているのかというのをですねリーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでね、やっていこうと思うんですが、まずねちょっとこちらについてお話ししていくんですけれども、時々ですね、まあ、リクエストなどでですね恋愛以外の、まあ、テーマでですね、まあ、リーディングをしてほしいというですね、コメントをいただくこともあるんですが、まあ、ちょっとね今恋愛以外のテーマに関しては、まあ、別のチャンネルをですね立ち上げて、まあ、そちらでね投稿していこうかなというふうに、検討しております。というのはまあ今までずっと、まあ、ほとんどですね、まあ、こちらのチャンネルでは恋愛というね、ものをまあメインに投稿してきたので、そこに例えばまあお仕事であるとかね、そういったものをまあ混ぜてしまうとちょっとねこうごちゃごちゃしてしまうのかなということもあるので、まあもし投稿していくのであれば、まあ別チャンネルを立ち上げて投稿していこうかなとは思っておりますので、お待ちいただけたらなと思います。はい、ということで、まあまだねちょっとこう検討中ということなんですけどもね、やっていけたらなと思っております。はい、で早速ですねリーディングやっていくんですが、選択肢ですね左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まずこちらのカードです。 A のカードはですね、あ、バーストオブマジックということで、まあ魔法がね、これから起こり始めていくっていうカードになっています。カードが持つメッセージについては各動画の各選択肢のですね動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。そして、次ですね B のカードですが、 B はこちらのですね、ウォーキングウェイ、ウェイキングザライオンですね。今までですねこれあのウォーキングザライオンということで、まあ、歩くライオンというふうに言ってたんですが、これウェイキングライオンですね、目覚める獅子というね、カードになっております。はい、こちらが B になります。はい、で、こちら最後 C ですね。C は Beautiful Uncasing というカードで、まあ、美しきですね。まあ、解放ということで、まあ、美しい、まあ、ものがね、解放をもたらすというカードなんですが、まあ、これもね、重要なメッセージがあったりもするので、選択肢の動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それでは、カードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それでは、どうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのアバーストオブマジックというカード、もしくはですね、A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。はい、今回のテーマは、あの人のあなたに対する真剣度はというテーマで、あなたがですね、今気になっているお相手の方があなたに対してどれぐらい真剣なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなたに対するお気持ちと、お相手の方の中であなたはね、今どういう存在なのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、そしてね、お相手の方のあなたに対する本気、真剣度ですね、真剣度がどれぐらいあるのかっていうことと、最後はですね、あなたとお相手の方の、まあ、2人の未来がですねどうなっていくのかっていうのをですね見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはお相手の方のあなたに対するお気持ちと、お相手の方の中でのあなたの存在、どういったものなのか見ていきます。
はい、ではですね、早速見ていきます。上の3枚のカードがお相手の方のあなたに対するお気持ちを表すカードです。下の3枚のカードですが、お相手の方の中であなたが今どういう存在なのかっていうのを表すカードになっています。はい、ではですね、早速見ていきましょう。はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。まずですね、上のカード見ていくと、お気持ちのところですね、これがまあ全て正位置で出ています。で、まあ、そうですね、なので、まあ、結果としてはいいのかなとは思うんですけれども、まあ、成功を収めたいとか、まあ、冷静な決断を下した上で、成功を収めたいとか、まあ、祝福を受けたいっていうカードも出ているので、まあ、ここからもね、真剣度っていうのは結構出ているのかなと思うんですが、真剣に考えているからこそ、ちょっとこう、どうしたらいいのかわからず迷っていらっしゃるっていうのも、出ていたり、まあ、見栄を張るっていうわけではないですけども、なんかこう、あなたにはいい格好をしていたいみたいなね、そういった思いもあるのかなとは思うので、なので、ですね、これらのカード見ながらですね、お伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、早速なんですが、上のカードから見ていきます。お相手の方のあなたに対するお気持ちを表すカードなんですが、まずこちらですね、ペンタクルのキングというカードが出ました。まあ、このカードには成功を収めるとか収穫を迎えるとか大きな成果を得たいっていうカードになります。まあ、発展向上というね、意味のカードでもあるんですけれども、まあ、大きなね、このまあペンタクル、コインのようなものを掴んでいる、まあ、キング、王様ですね。ですので、まあ、王様というのはすごいこう位の高い状態なので、今よりももっともっとこう発展した状態であって、成長した姿とかをね、表していたり、大きな成果っていうのも、まあ、二人の関係における、まあ、実りですね、を表しているものになります。ですので、まあ、もっとね、こう、あなたとの関係というものを、まあ、実らせていきたいと、現状維持であるとか、現状からの衰退とかね、考えているんじゃなくて、もっとこう、上を目指していきたいという気持ちですね。まあ、恋愛における成果っていうのは何なのかっていうところに関しては、まあ、これね、まあ、人によってこう感じる成果っていうのはいろいろだと思うんですけれども、まあ、実際にね、二人のこう距離が縮まるとか、まあ、関係性がね、こう変わる。まあ、例えば、曖昧な関係だったのが、まあ、正式にお付き合いをすることになるとかね、まあ、そういったこう、なんて言うんでしょうね、まあ、目に見えやすいと言いますかね、こう、わかりやすい成果もあれば、まあ、わかりづらい成果とかもあると思うんですね。例えば、なかなかね、本音を言わなかった人が、少しずつこう本音を見せてくれるようになったりだとか、対応、あなたに対する態度とかちょっとずつこう良くなってきたとかね、なかなかこう成果と言いづらいものも恋愛にはあるとは思うんですが、まあそういったね、成果を積み上げていって大きなものを受け取っていきたい、まあそういうお気持ちを抱いていらっしゃるっていうのがあるので、決してその悪い方向にね、考えていらっしゃるわけではないのかなと思います。そしてこちらのカード、ジャスティスというカードです。正義というカードになります。まあ正義というカード、正しさとかですね、冷静さ、決断というキーワードを持つカードなので、まあ先ほどもちょっとお伝えしましたが、冷静に決断していって成果を受け取っていきたい。まああなたとの恋をね、うまく進めていきたいっていうお気持ちがあるのと、まああとはこのカードをですね、まあ後悔のない決断であったり、正しい道にあると、自分は正しい道にあるということで、まあ、あなたとの関係を選び取るということに対しては、まあ、後悔はないとね、こう天秤にかけていろんなものをね、こう比べているわけなんですけども、まあ誰かね、あなた以外にこう候補者がいるとかではなくて、そのあなたとの関係を決断するタイミングをね、これ天秤にかけているわけですね。例えばお相手の方が何かね、こう働いていらっしゃる方だったらば、まあお仕事とかの状況の兼ね合いを見てね、今あなたとの恋を進めるべきかどうかっていうのを冷静に判断していって先に進めていきたいっていうことですね。そういうふうにまあ思っていらっしゃったり、まあ学生さんの方もね、いると思うので、まあ勉強であったり、何でしょう、就職活動であったり、まあ何でしょう、バイトであったりね、まあいろんな、まあ部活動ということもあるかもしれないですけれども、まあそういったことと比べて恋愛っていうのを今進めていいのかどうかっていうのをこう判断していきたい。
で、まあ、最高のタイミングで初めてあなたとの関係ですね、まあ、良い結末を迎えていきたいというような思いを持っていらっしゃるのかなということですね。で、結末のところがこれになります。カップの3というカードになるんですが、まあ、このカードが持つメッセージの中に祝福ですね、まあ、祝福を受けるという意味を持つカードでもありますので、まあ、祝福を受けられるような状態っていうのはやっぱり正式な交際に発展していくとかですね、まあ、あとはそれこそ結婚ですね。結婚というのは、まあ、報告することで周りの人にこうね祝福を受けたり、まあまあ認められるっていうことですね。なんかそういう、ですね。まあ周りの人にもこう、まあ言いふらすっていうわけではないですけども、仮にこう聞かれた時にね、こう胸を張って言えるような関係にまで進展していきたいというですね。うん、まあそういった関係を目指していきたいという気持ちを持っていらっしゃるわけですね。誰彼構わずね、祝福を受けたいとかそういうわけじゃなくて、祝福を受けられるような関係性にまで、こう、まあ先ほどもね、ちょっとこう発展、向上っていうのがありましたけれども、成長させていきたいと。うん、まあそういったお気持ちであなたとの関係のことは考えていらっしゃる、というのがですね、出ております。うん。で、次、下ですね。下のカードなんですけれども、まあだからそれだけ、まあここで言うとね、真剣さっていうのが伝わってくるような結果なんですね。なんか、こう、下心がある、ような方でもないですし、なんかこう、何かのね、目的があって、うん、なんか企みがあってね、あなたに近づいているっていうわけなく、本当に真剣に考えていらっしゃるからこそだと思うんですけれども、下のカードを見ていきたいと思います。こちらね、お相手の方があなたに、お相手の方にとってあなたがどういう存在なのかっていうことなんですけれども、なんかね、あなたを、何でしょうね、うん、まあ本当にね、まああなたはどういう存在というと、もちろんなんかね、こう愛している存在っていうのはあるんですけれども、その中で、なんかこう、あなたを自分が喜ばせなきゃいけないとか、自分が幸せにしなきゃいけないっていう、なんかすごい責任感が強い方なのかなと。で、恋愛において特にそこを気にしてしまう。こう、純粋に愛せばいいんだけれども、その愛している人が今幸せかどうかとか、満足しているかどうかとかね、なんかそっちにめっちゃこう、気が向いてしまうとか、こう気にしすぎてしまうようなところがある方なのかなっていうのがあるので、あなたが常にどうなのかなっていうのが、気になって気になって仕方がないみたいなね。そういうところもあるのかなと思うんですが、まあ、まずこのカードが見ていくと、エンペラーですね、皇帝というカードになります。まあ、このカードは、自信ですね。自信に溢れるとかですね、獲得したい目標っていうのがあるので、まあ絶対にね、まあここをですね、成功させたいっていうふうに、まあ思っていらっしゃる。あなたとのね、恋はうまくいきたいという目標があって、それを、まあこう、獲得したい、まあ達成したいということですね。うん。まあその気持ちを強く持っていらっしゃるっていうことなので、まあだから愛している存在ではあるのかなと思います。うん。ただ、なんかこう、あなたを、喜ばせなきゃとかね、満足にさせなきゃみたいなね、なんかその責任感が自分を苦しめているみたいなところがあるのかなっていうのがあって、まずこちらのカードから見ていくんですが、このカード、ジャッジメント、審判というカードが逆位置なんですね。で、このカードがですね、逆位置になっている時っていうのが、なんかね、過去を引きずっているっていうカードなんですね。うん。過去を引きずってる。で、まあ、過去に縛られていて身動きが取れないとか、それこそ、なんかね、失恋とかですね、そういった意味もあるんですね。だから、過去のその恋愛において、なんかね、そのお相手の方が、まあ、いわば、今までのね、パートナーの方を、なんかこう、満足させられなかった、喜ばせられなかった、むしろなんかこう、悲しませてしまったとかね、なんかそういう経験が、お相手の方にとってもこう、苦しい。なんか自分と付き合った人が、なんかこう、幸せになれなかったっていう、その事実みたいなね、過去が、お相手の方の中でまだ残っていてね、その、未練があるとかそういうわけじゃなく、そういった、なんでしょう、自分が幸せにできなかったという事実が、お相手の方の中で、なんでしょうね、プライドというか、自信をこうなくさせているというかね、自分は本当に恋愛をしていい、
人間なのかどうかみたいなところを引きずっていらっしゃっていて、もしかしたらそのあなたに対しても同じことをねしてしまう、そういうあなたと過去の人を比べているとかではなくて、自分が過去にしてしまった、出来事をあなたにももしかしたら繰り返してしまうんじゃないかっていうことをすごい心配していらっしゃるわけなんですね。となると、なんか幸せにしなきゃ幸せにしなきゃとか満足させなきゃみたいなことをこう考えてしまう、うん、でそれでなんかこう自分が苦しくなってしまうみたいなところはあるのかなと思いますし、まああとはこれですね、こちらのカード、これもまあここにまあいわばちょっとトラウマみたいなところがあるのかなと思うんですが、鳳凰というカード逆位置です。でこのカードは、もともと正位置の時は正しい判断、正しい選択を取って最良の結果をもたらすっていうことで、まあまあ順調に進んでいくっていうカードなんですけども、逆位置になるとですね、順調だったものがこう暗転するっていうカードなんですね。だからあなたとの関係も、まあ今ね、仮にその順調だったり、うん、もしかしたらもうすでにもう暗転の時期に入っているのかもしれないですが、なんかね、あなたとの関係がちょっとこううまくいかなくなりだすと、あ、また自分がこの過去のことを引き起こしてしまうかもしれないということで、なんかこうね、どん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 こう自信をなくして殻に閉じこもってしまうみたいなところがあるので、なんかね、その過去のトラウマっていうところを抱えながら、うん、次の恋愛に進もうとして、そこであなたと出会い、あなたに対してすごいいいき、感情をね、抱いてはくれているんだけども、どうしてもね、まだこの過去の自分を乗り越えられないでいるっていうところがあるので、そこを踏まえた接し方っていうのも重要にはなってくるのかなとは思います。はい。まあ、とはいえね、まあ、あなたに対するお気持ちに関しては特にね、この、うん、なんかこう悪い感情みたいなものを抱いていらっしゃるわけではないのかなと思うので、うん、過去をですね、過去の自分との戦いっていうのが今、お相手の方の中にあるのかなと思います。はい。では次ですね、お相手の方のあなたに対する真剣度ですね。まあ、ここでも真剣度結構ありましたけれども、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。うん、はい、では見ていきます。うん、うん、まあ、真剣度としてはやっぱり高いのかなと思うんですが、やっぱこう引きずっているっていうのがここでも出てきたんですね。だからそのなんでしょうね、真剣なんだけれども、なんでしょう、どこかでね、なんかこう、真剣になりすぎない方がいいんじゃないか、みたいなところを思っていらっしゃるわけなんですね。というのは、まあ、ここですね、先ほどもちょっとお伝えしましたが、なんか、恋愛に対して真剣になりすぎて、なんかこう、どん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 ね、こう、よくわからなくなってきた恋愛というものがね。うん、だから、そういった意味で、ちょっとこう、肩の力を抜くっていうわけではないですけれども、うん、あまりこう真剣になりすぎないようにしようというふうにも思っていらっしゃるのかなと思います。まあこれはね、あなたに対してこの雑に向き合うとかそういうわけじゃなくて、いい意味でね、うん、真剣になりすぎない方がいいんじゃないかっていうのが出ているのでお伝えしていくんですが、真剣度ですね、まあ 100% 中で言うと、まあここをね、だからクリアしていけばもっと上がってくると思うんですが、そうですね、 100% 中で言うと今はまあ 70% ぐらいに抑えていらっしゃるのかなという結果になっています。なのでお伝えしていくんですが、まずね、こちらのカード、これはまあ気持ちのところからつながっているカードが出たんですが、ジャストブリーズっていうカード、これ息を合わせるっていうカードです。だからあなたとね、こう手を合わせていますけれども、まあ手を合わせるというのは、これ協力するとかね、力を合わせて一つのものをこれ生み出していくっていうカードなので、まあそれこそまあお付き合いとかですね、まあその関係を持ってですね、一つのものを、まあ言えば愛ですね、愛を生み出していきたいっていうね、カードになっています。まあ愛とか幸せとかですね、うん、そういったものをこれね、協力して作り上げていきたいっていう思いを持っていらっしゃるっていうことなので、うん、だからまあこれもね、真剣な思いがあるからこそあなたとはそうなっていきたいっていうことですね。うん、まあ、手を取り合って、何かを生み出していくような関係。まあ、いわばパートナーとしての関係ですね。恋人であったり、まあ、夫婦ということかもしれませんけれども、まあ、そういうパートナー関係になって、生きたいと。で、息を合わせていく。お互いが、その、お互いのことを理解しながら、受け止め合いながら、関係を進めていきたいということですね。そういった、うん。
まあ、気持ちを持っていらっしゃるということから、まあ、真剣度は、まあ、非常に高いのかなとは思うんですが、次、じゃあ、こちらのカードから見ていきます。Seek the truth。まあ、真実を探し求めるということで、まあ、先ほどね、まあ、過去の自分との戦いがあるっていうふうにね、お伝えしましたけれども、うん。まあ、だから、まだね、まあ、トラウマのようなものを引きずっていらっしゃるわけですね。その中で、うん。そのトラウマを引きずっている自分が本物なのか、今、あなたと向き合っている自分が本物なのか。うん、これがどっちなのかっていうのがまだお相手の方の中でも、まあ見極めていらっしゃる段階なのかなと思います。今、ね、あなたに出会って、あなたに対してはすごいいい感情を抱いている。これが自分の恋愛に対する、本物の感情なのか。それともね、過去の経験から、なんかこうね、想起されてしまって、まあトラウマを引きずってしまっていて、それから感じている。まあちょっとこう恋愛に対しては自分は幸せにできないんじゃないか、相手をね。うん。という感情が本物なのかどうかっていうのを、まあ見極めているというか、その二つの感情が今戦っていて、どちらがね、本物なのかっていうのを見極めようとしていらっしゃる。だからそこを見極めることができてから、まあ言えば真剣度を高めていきたいみたいなね、すごくなんかこう心の葛藤ですね、あなたの見えていないところでお相手の方の中では、すごい葛藤が起こっているのかなということと、まああとはこれですね、これは、最大の恐れっていうカードになっていて、まあ最悪の事態、が起こることも今も想定はしていらっしゃるわけですね。あなたとは交際に進んでいきたいとか、うまくいきたいというふうに思っている中で過去を引きずっているから、また自分がね、最悪の結果をもたらしてしまうんじゃないかっていうことですね。幸せにできなかったり、悲しませてしまったり、不幸にさ、まあ不幸にするっていうとね、なんかこう、意図的にみたいなところがある、ふうに聞こえますけれども、まあ結果的に自分がいろんなことができなくて、その相手の方を、なんかこうね、悲しませてしまうんじゃないかみたいなことを、どうしてもなんかこうネガティブな、まあ妄想といいますかね、想像が、を抱いてしまう、まあなんでしょうね、こう、まあ癖といいますかね、まあトラウマからまだ抜け出せていないからこそそう考えてしまっているのかなということで、だから今の段階でもう真剣度を高めすぎると、それがなんかこう重くなってしまって、うん。また同じことを繰り返してしまうかもしれないから、そういった意味で真剣になりすぎないように、ちょっとこう視野をね、広く持つように、真剣をちょっと抑えていらっしゃる。まあそういう状況ではあるのかなと思うんですが、やっぱこう一つになっていきたいという思いはあるので、まああなたとのね、関係については長く考えてはいらっしゃるのかなとは思います。はい。では最後ですね、お二人の今後の未来ですね、がどうなっていくのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速見ていきます。うん。はい、ではお伝えしていくんですが、うん、うん、うん。出たカードですが、トゥルース、まあまたこれもトゥルースですね、真実っていうカード、フレキシビリティ、柔軟性、そして、それ中、まあこれはあの孤独っていうカードなんですけれども、一人で考える時間が真実をもう生み出すっていうカードが出ているので、お伝えしていきます。うん、ではですね、見ていくんですが、まあここを意識していくと良い方向に進んでいくのかなっていうのが出ているので、お伝えしていくと、まずこちらのカードですね、孤独というカードになります。まあこの孤独っていうのを聞くとね、じゃあ二人が最終的にバラバラになってそれぞれが孤独になるのかみたいなね、そういうふうに思われるかもしれないですが、そういうわけじゃなくて、ここですね、あの船をこうなんでしょうね、漕いでいる人がねいると思うんですけれども、まあこれね、一人で考えている、一人になってこう考えているっていうことなんですね。だからそれぞれが今ね、こう、まあお互いこう寄り合ってね、こう話し合うというよりかは、それぞれがまあ一人になってね、こう考える。まああなたの中でも、そのお相手の方にね、その二人の関係の答えを託すっていうのもこれ一ついいとは思うんですが、あなたの中でも答えを持っておいた方がいいっていうことなんですね。うん。お相手の方の反応とか、お相手の方のリアクションを受けて、あなたは、お相手の方との関係をどうしようかなっていうふうに思っているのかもしれないですが、そうじゃなくてね、その、まあ、それはちょっとこう、受け身になっていると思うんですが、あなたの中でも、お相手の方との関係をこうしたい、みたいなね。
なんかその答えっていうのはちゃんと持っておいた方がいい、でお相手の方は今それを考えようとしていらっしゃるわけですね、だから今はちょっとこう一人になってお互いがそれぞれの環境をどうしたいのかっていう答えを持っておいた方がいいっていうことなので、あなたの中でもそれが決まっているんだったらそれはもうこれこはもうクリアされているので OK なんですけども、まだ決まっていない方ですね、お相手の方の反応を受けてどうしようかなじゃなくて、あなたとしてはね、もうお相手の方とはね、例えばこう恋人になりたいとかね、結婚相手になりたいというふうに、まあ、思っていらっしゃる方もいるでしょうし、たとえそういった関係になれなくても、例えば何かね、こう違う別のパートナーという形で、またビジネスパートナーというね、形になるかもしれないですけども、という形でも繋がっていたりとかね、なんかそういう答えを持っておいた方がいいっていうカードですね。そうすることで、こちらですね、トゥルース、まあ、真実っていうカードなんですが、まあ、真実をね、探し求めるっていうことで、お相手の方も今ね、あなたとはお付き合いしていきたいけど、まあ、トラウマと戦っていてどうしようかなっていうのを悩んでいらっしゃるわけですね。恋に進んでいく、恋を発展させていっていいのかなっていうことですね。ただそこで真実を、まあ、見つけ出すことができて、で、まあ、その真実を見つけ出すことができた時に、2人の距離っていうのがどんどんこう縮まっていく、まあ、お相手の方からどんどんね、こう距離を縮めてきてくれるっていうことなので、だからまあお相手の方がね、自分でその真実をこうね、まあ掴み取る、まあここを選んでくれる、まあ決心がつくまで、まああなたとしてもね、このまあ一人の時間を大事にしながら過ごしていくのがいいというのが出ているんですね。で、最後こちらのカード、フレキシビリティ、柔軟性というカードになります。だから、あなたとしては関係性というものを今すぐにはっきりさせたいというところがあるのかもしれませんけれども、柔軟にね、その時その時で、なんでしょうね、関係性をコロコロ変えていきなさいというわけではなく、その時の状況に合わせた関係性にしていった方がいいということですね。お付き合いをする、恋人にならなきゃいけないという考えに縛られていると、どうしてもね、あなた自身も恋をしていくっていうのが、まあ苦しくなってくるというのがあるので、あまりこう関係性というものだけにね、縛られるんじゃなくて、柔軟に、まあ、お相手の方と向き合っていくと、これどん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 これ発展がしていきますよと、これ明るい方向にね、進んでいっているっていうのがありますので、良い方向へと進んでいきますよというカードが出ているので、まあ、そこさえね、こう、まあ、そこさえというか、ここを意識していくと、お二人の関係というのは、こうなんでしょうね、こう悪い方向にはいかないのかなとは思います。良い方向に、まあ、少しずつにはなるかもしれないですが、こうステップアップしていくようなね、まあ、そういった未来が描かれておりました。はい。では最後、こちらのカードを見ていきましょう。こちらのカードですね。バーストオブマジックということで、これはですね、魔法が起こり始めるっていうカードです。まあ、あなたが、今の時点では、なんかこう想像もつかないこととかね、これは無理だろうなというふうに思っていることも、魔法の力によってこれ叶っていくっていうカードなんですね。だから信じる心がまずは大事だっていうことを伝えてくれていてですね、信じること、心を持つことが奇跡を引き寄せるというカードになります。で、このカードの数字、48という数字になっています。だから、まあ、48という数字をね、迎えた時に奇跡が起こるということなので、まあ、48時間後ということかもしれないですし、48日後ということですね。ということかもしれません。とにかく48ですね、という数字を迎えた時に奇跡が起こり始めるので、そこまではね、まあなんでしょう、最低でもというわけではないですけれども、そこまでの間はまあ思い続けていいのかなと思います。それ以降もね、もちろん思い続けていいんですけれども、逆にその48という数字を迎えるまでは諦めるっていうのはやっぱもったいないのかなと思うので、思い続けていただくといいね、こう奇跡が起こってくるのかなと思います。はいはい、ということでリーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はね、好きな混ぜご飯は何ですかということでね、まあ、本当に食べ物のことがね、多い内容になってしまっているんですけれども、皆さん混ぜご飯、まあ、いわば炊き込みご飯みたいなことですね、は何がお好きでしょうか。まあ、いろいろねあると思うんですけれども、まあ、私の場合はですね、好きなのはタケノコがねすごい好きなので、タケノコご飯とかですね、あとは松茸ご飯とかもね贅沢ですけれども好きですね。まあ、あとは栗ご飯ですね。これ結構ね賛否分かれるんじゃないかなと思うんですけれども、栗ご飯、なんか栗とご飯って合わないんじゃないのみたいなね人もいるかなと思うんですが、私は結構好きなんですけどもね。
あとは生姜ご飯とかね、もう結構好きなんですが、皆さんはね、好きな混ぜご飯何かありますでしょうか？あったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、こちらですね、バーストオブマジックというカード、もしくは A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただきますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらですね、ウェイキングザライオンということで、まあ目覚める獅子というカード、もしくは美をね、お選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。今回のテーマは、あの人の あなたに対する真剣度ですねはというテーマで、あなたが今気になっているお相手の方があなたに対してどれくらい真剣なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方があなたに対して抱いているお気持ちと、そしてね、お相手の方の中であなたは今どういう存在なのかっていうのを見ていきます。次に、ですね、お相手の方のあなたに対する真剣度ということで、どれくらい真剣なのかっていうことと、最後はですね、あなたとお相手の方のお二人の未来どうなっていくのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速ですが、まずはお相手の方のお気持ちと、あなたというね、存在がどういう存在なのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、早速見ていきたいと思いますが、上の3枚のカードですね、こちらがお相手の方のあなたに対するお気持ちを表すカード、そして下の3枚のカードですが、こちらがお相手の方があなたの中で、あなたの、お相手の方の中であなたがどういう存在なのかっていうのを表すカードです。はい、では早速見ていきましょう。うん。うん。はい。では見ていくんですが、ソードが多いですね。うん、で、まずですね、まあ、試練とか悲しみっていうカードが出ているんですね。まあ、これは あなたに傷つけられたってこともあるでしょうし、あなたを悲しませたっていうこともあるでしょうし、うん、ちょっとね、二人の間では今試練と言えるような時期と言いますか、忍耐力が試されるような状況に今なっているんじゃないかなと思います。うん、で、あなたという存在ですね。これに関してはね、変わっていないっていうのが出ているんですね。あなたの存在。それは、その、出会った時に感じていた存在であったりだとか、それこそ、まあね、もしかしたら、この試練ということなので、今ね、こう関係性が、まあ止まっていたり、もしかしたら、こう一旦ね、まあ関係が解消されてしまった、別れてしまったとかですね。そういう方もいるかもしれないですが、そうだったとしてもね、お付き合いしていた頃の存在ですね。まあ言えばかけがえのない存在であったりだとか、大切にしたいという存在であって、その存在っていうのは変わっていないんだけれども、ここですね。なんかこう、お相手の方の中でも、まだ恋に、を進めるとか、恋に至るとかですね。そういったところが、まだこう、あと一歩が踏み出せないみたいなね。
ところがあるっていうのが出ているので、まあ、ちょっとねこのあたりそれぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。うん、はい、ではですね、まず上のカードから見ていきます。こちらがですね、お相手の方があなたに対して抱いていらっしゃるお気持ちを表す部分なんですが、まずこちらからね見ていきたいと思います。はい、ソードの3というカードです。まあ、このカードには悲しみ、喪失とかですね、心の傷っていうね意味を持つカードで、まあ心に傷を受けた、与えてしまったっていうね、まあ両方をまあ読み取ることができるカードなので、まあ最初にもお伝えしましたけれども、まああなたからまあ傷つけられたっていう場合もあると思います。何かね、あなたがちょっとこう感情的になってしまって、お相手の方にちょっとこう言わなくてよかったことを言ってしまったりとかね、うん、そういったことをした場合はお相手の方が傷を受けたという側になりますし、逆ですね、お相手の方が何かそのあなたの心を傷つけるようなことをしてしまった、それについてすごくこう後悔しているとかですね、まあ反省しているとかね、うん、傷つけてしまったことに心を痛めているみたいなね、そういったカードにもなるので、これはあのお相手の方との状況によってね、どちらになるのかっていうのは変わってくると思うんですが、とにかくどちらにせよね、うん、お互いの心が、こう、なんでしょうね、こう沈ん、なんで落ち込んでしまうようなね、出来事っていうのがあったんじゃないかなと思います。それによって、まあ、ここですね、このソードの10というカードなんですけれども、このカードはですね、試練とか逆境とかね、まあ先ほどもお伝えしましたが、こう忍耐力が試されるようなね、出来事、まあ状況を表すカードなので、まあそのお互いの心が傷つくような出来事があったことによって、この試練の開幕を迎えてしまったのかなと思います。まあ試練の時期に入ったということですね。うん、で、今ですね、その状況を抜け出したいというね、お気持ちはお相手の方の中にもありますし、あなたにもあると思うんですね。この試練の状態のまま、例えば恋が終わるなんて嫌だし、なんかこう、このままね、まあ恋がまあすでに終わっていたとしても、なんかこのままなんかこう別々のね、それの、それぞれの人生を歩んでいくっていうのもやっぱこう悲しすぎるということで、なんとかね、今の状況を脱したいっていう思いが、まああなたにもお相手の方にもあるっていうのがこちらのカードで、このカードですね、このソードの9というカード、逆位置になっているんですが、まあこのカードが正位置の時にはね、すごくこう悩んで、思い悩んでいるということで、まあ悩みが尽きないとかね、すごくこう重たい悩みを抱えているとかですね、あとは将来への憂鬱ですね、なんかこう未来が全然明るく考えられないっていうね、うん、まあそういったカードになるんですが、逆位置になるとですね、その悩んでいることを手放したい、だから解決したいっていうカードになるんですね。だから今二人の間に起こってしまったトラブルとか問題とか、まあ悩みですね、それをまあ解決してね、まあ言えば和解したいとかですね、心の傷を癒すっていう意味でもあるので、うん、だからその出来事って何だったのかというね、いろいろだと思います。このうん、まあ大喧嘩をしてしまったっていうこともあるでしょうし、まあちょっとねすれ違いが多かって、だん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 こうお互いのことがを思いやれなくなってしまったとかね、うん、まあそういった行き違いになってしまったとか、いろいろあると思うんですけれども、その悩み、問題、トラブルですねを解決して、まあ心の傷、お互いのね心の傷が癒されるようになって、もう一度ねこう二人の関係にこの試練ではなくてね、活気をもたらしていきたいというふうには思っていらっしゃるのかなと思います。うん。まあ、挽回していきたいというかね、再起していきたい。うん。再生していきたいみたいなね。そういう、まあ、お気持ちがまず出ているのと、一方でじゃああなたの存在っていうのがどうなのかっていうことですね。うん。うん。だからここに関しては変わっていないというのが出ていて、変わっていないというのが、じゃあどういう意味なのかというと、まずこちらのカードですね、ソードのエースというカードになります。で、このカードはですね、一貫性ということを表すカードになります。信念を貫くとかね、一貫した思いということなので、最初の頃に抱いていたものが今もずーっと続いている、まあ貫いているっていうカードになります。だから、お相手の方の中であなたが最初にね、どういった存在だったのか、っていうことによって、それが変わってくるわけなんですが、最初にね、まあ、例えばお付き合いをしているとか、すごく関係が進んでいた時に、お相手の方があなたのことをすごい大切にね、したい存在とか、守りたい存在とかね、これからの人生を共にしていきたいという存在として抱いてくれていたのであれば、それも今もずーっと続いている。
わけですね。おそらくでもそういう存在だったんじゃないかなと思います。次のカードでね、それをお伝えしていくんですが、うん、なんかこうどうでもいい存在とか別に関係を持ちたくない存在というよりかは、なんかこうね、たとえその自分たちの望む関係性になれなかったとしても、こう共にね、これから先もこうずっと一緒にいたいというような存在として見ていらっしゃるのかな。その時その時の二人の状況によって関係性というのは変わってしまうかもしれない。恋人から友達になったり、友達からまた恋人になったりみたいなね、その関係性は変わるかもしれないけれども、ずっとこう一緒にいたいというような存在として、思っていらっしゃるのかなっていうのと、あとはこれですね、ワンドの2というカードが出ています。でこれはですね、まあ目標を設定するということで、うん、なんかこう目標を立てていらっしゃるわけなんですね、うん、あなたとはこういうふうな、まあ例えば関係になりたいとか、こういう姿になっていきたいみたいな目標があるということで、まあ目標があるっていうことは、それだけなんでしょうね、やっぱあなたとの、うん、関係に対しても、まあまあ前向きというかね、うん、どうでもいいというふうに思っているわけではないと思います。うん、それこそ何とも思っていないんだったらば、そもそもあなたとの関係において目標を立てたりしないと思うんですね。でも目標を立てるっていうことは、やっぱりそれだけね、例えば今が、恋人という関係でなかったとしても恋人になるという目標であったり、まあ恋人になっているんだったら、それこそ、正式に結婚していくとかですね、なんかこう上を見ていてそういう目標を立てようとしているので、今よりもいい状態になっていくという目標を持っていらっしゃるわけですね。うん、まあ、特に今試練の時期だからっていうこともあるかもしれません。試練を乗り越えていって、もう一度ね、あなたとこう仲の良かった関係になっていきたいなっていうその目標がある。だからもうこれを機にね、この試練を機にあなたとの関係をもうね、ここでじゃあもう閉幕と言いますかね、週末をこう迎えようというふうに思っていらっしゃるわけではないのかなと思います。うん、で、最後こちらのカードを見ていくんですが、はい、このカードですね、ソードのキングというカード、逆位置です。このカードには冷静な決断力、判断力ということで、まあ、冷静な状態において重大な決断を下していくということを表すカードになります。で逆位置になると、その重大な決断というのはなかなか下せないということを表すカードであったり、まあ、逆にその安易にね、決断してしまう、安易な決断とか無責任な態度っていうことを表すカードになっています。であなたに対して無責任な態度を取りたいというわけではなく、なんかね、今よく考えないままあなたとの関係に対しての決断をしてしまうっていうことが、お相手の方にとっては無責任なことをしているっていうふうに判断していらっしゃったり、うん、あなたとの関係に関してはこの試練が起きてしまったということで、なんか安易に決断したとしても、それはね、同じ出来事を繰り返してしまうだけなんじゃないかということで、もう少しね、自分が冷静になれた時、もっとこうね、なんか視野が今狭くなってしまっていると思うんですね、お相手の方としては。だからその視野が広く持てるようになった時に重大な決断を下していきたい。あなたという存在は変わっていないんだけれども、その状況によってね、判断をするかしないかっていうのをちゃんとこう見極めていきたいっていうことを考えていらっしゃるということですね。だからある意味ここもすごい真剣にね、あなたのことを考えていらっしゃるがゆえに、決断をするべきかどうかっていうことを今悩んでいらっしゃる、うん、まあ、そういった結果が出ておりました。はい、ではですね、まあ、これを踏まえて、お相手の方の あなたに対する真剣のですね、どれぐらい真剣に思っていらっしゃるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきます。うん、はい、ではね、見ていくと、こちらのカードが出ました。ファインドバランス、まあ調和ですね、リビルド、そして、これ再建ですね。でムーブというカード出ていますので、まあ、動かしていきたい、変化させていきたいという思いがあるので、非常に真剣度は高いと思います。まあここまでのね、内容を踏まえて言うならば、そうですね、真剣度 100% 満点で言うと、まあ85ぐらいですね。うん、まあ85
うん、85からまあ90ぐらいも本当にこう高い数値なのかなとは思います。うん、真剣に考えていらっしゃると思います。なのでお伝えしていくと、まずね、取り戻したいっていうのが出ているわけですね。この試練によって2人の関係がちょっとこう崩れてしまったり、崩壊にまあ向かいかけているのかなと思うんですが、その状況を立て直したいっていうね、カードがこちらになります。リビルド、再建する、立て直すっていうカードになります。まあここ、胸にですね手を当てて、そこがこう何でしょう、こう輝いているね、姿がありますけれども、まあここでね大事なことに気づかれたとかね、まあ本当にまあ手にしたいものは何なのかっていうのがお相手の方の中で分かったわけですね。で、その結果がやっぱりあなたとの関係ですね。この試練が起きた時にはちょっとこうね、あなたとの恋を諦めかけたりだとか、もう無理なのかなっていうふうにこう、まあなんでしょう、ネガティブに後ろ向きに考えてしまっていた時期もあるのかもしれないですが、でもね、やっぱこうよくよく考えて、やっぱり自分にとってね、あなたという存在は以前からずっと変わりないっていうことは、それだけやっぱこう自分にとっても大切な人だっていうふうに、まあ、気づかれた。それがまあ大切な思いをこう呼び起こしたっていうことで、やっぱりあなたとの関係がこのまま崩れていけばいいっていうのではなく、やっぱ立て直していきたいっていうね。うん。まあそういうふうに思っていらっしゃる。まあ再建をね、目指していきたい。うん。まあお互いのね、こう感情が、まあ、揺れ動くというかね、心の傷が生じた。出来事はあったけれども、うん、まあそれもね、こう乗り越えていってね、もう一度あなたとの関係を、まあ、やり直していくというか、立て直していくというかね、まあ、もしかしたら、こう試練によって一旦は崩壊をしてしまったかもしれません。もう別れてしまったということですね。あったとしても、じゃあそれをまた修復していきたいということですね。だからどんな状況であれ、別れている、別れていないんであれ、もう一度ね、こう立て直していきたいというのがまずお相手の方の願望としてある。そして、こちらですね、ファインドバランス。これはバランスをまあ見つけるっていうカードなんですけども、調和を取るということですね。うん。だから、この試練によって、まああなたとの間での調和っていうのがまあ乱れてしまった。うん。まあ、調和がなくなってしまったということですね。すごくいい関係だったのが、すごくこう、混乱するような状況になってしまったとしても、まあ、これも立て直すにちょっと近いですけれども、また調和とかバランスのね、取れた関係になっていきたい。どちらかが一方がですね、なんかこう、支配するような関係ではなく、ちゃんと、まあ、お互いが対等にね、向き合って、まあ、良好な関係ですね。うん。またこう、立て直していきたいということですね。うん。おそらくこのね、心の傷が発生したような出来事っていうことに関しては、まあ、どちらかもしくは両方の方が感情を抑えられなかったんだと思うんですね。うん、コントロールできなくなってしまって、他者を傷つけた。他者とか自分を傷つけた。ということだったと思うんですけれども、まあそこをね、いわば、まあ反省してっていうのもありましたけれども、うん、まあそこを乗り越えてね、もう一度調和の取れた関係を目指していきたいっていうことと、まああとはこれですね、ムーブ、動くとか進むっていうカードですけれども、まあ二人の、こうね、手が重なった上に、こうハートがあります通り、もう一度ね、一緒に、まあこう、まあ手を合わせてと言いますかね。二人でこの愛を、まあ、進めていきたいというか、まあ、愛を作り出していきたいっていうことですね。うん。まあ、ここで二人の手が、こう、なんでしょうね。まあ、リボンではないですけどね。なんかこう、紐みたいなもので、こう、結ばれている通り、二人がまたこう、結ばれてね。うん。で、愛を生み出していきたい。だから、まあ、これは恋愛関係へと、まあ、なっていきたい、進んでいきたいっていうことを表すカードになっています。うん。まあ、あとは、恋愛関係進んでいきたいというか、まあ、すでに恋愛関係の人は、もっともっとこう、恋愛、まあ、二人がね、恋人としての仲を深めていきたいというね、まあ、そういった意味合いになってくるので、まあ、とにかく今以上のね、関係になっていきたい。だから、まあ、ここですね、目標っていうのがありましたけれども、その目標に近づいていきたいみたいなね。うん。まあ、そういった思いを持っていらっしゃるっていうのがあるので、まあ、非常にこう、真剣度としてはね、高いのかなと思います。はい。では、最後ですね、お相手の方とあなたのね、未来がどうなっていくのかっていうのをね、見ていきたいと思います。
ではですね、早速見ていきます。うん。はい。こちらのカードが出ました。そうですね。出たカード、フローというカード。まあ、これは、耐え忍ぶ力っていうことですね。で、ブレッシングというカード。まあ、これは祝福というカードなので、まあ、結末としてはいいのかなと思うんですが、ここの時期をどう過ごせるかっていうのが重要になってくるというのが出ております。うん。なので、お伝えしていくんですが、まずね、ここをですね、この試練があって、たんじゃないか、まあ、試練に今入っているんじゃないかっていうふうにお伝えしましたが、まずこちらのカード、耐え忍ぶ力っていうカードで、まあ、これはね、まあ、ただただに、ぐっとね、歯を食いしばって、こらえればいいっていうわけではなくて、もちろんこれ耐える必要はあるんだけれども、カードをね、見ていただきたくて、この鳥がね、すごい上空からこの大地を見渡しているわけなんですね。だから、その試練の時期にですね、まあ、後ほどのカードとお伝えしていくんですけども、何かこう自分から率先して動いて状況を変えていこうとするというよりかは、あなたがまずやるべきことなのは、ね、今見ている位置ではなく、もっとね、こう、なんでしょう、俯瞰してね、二人の状況であったり、自分自身をね、見ていく必要があるということなんですね。この試練を耐え抜く間に。そこを見れるかどうかっていうのがすごく大事になってくる。逆にそのね、この鳥がすごい低空飛行だと見えている世界というのも限られていたり、視野が狭くなっていて、本質を見失ってしまっていたり、大事なことになかなか気づけないわけなんですね。だからこの試練の時期というのは、二人にとってね、この、その二人のこの恋愛というものであって、二人の関係をね、こう違ったところからまた見つめ直して、どうしていけばいいのかっていうのを考えさせるために起こった試練なわけなんですね。だから、ただただ耐えなさいっていうわけではなくて、そういう時期として過ごしていくべきなんだっていうことを伝えています。で、伝えていくとここに繋がっていくってことなんですが、で、次にこのフローというか、流れっていうカードなんですけども、これね、川の流れが描かれているわけなんですが、ただね、まあ、ここで描かれているのは、その夜で、ね、まあ、いわば静かな時で、この川の流れもすごく落ち着いている状態なんですね。だから今は、こうね、活発に何かこう流れを生み出すんじゃなくて、静かに過ごしていた方がいい。だから先ほどもお伝えした通り、こう試練というのをね、乗り越えようとして、なんかこう、あなたがね、思い切ってなんかこう、お相手の方に対して行動を仕掛けたりだとか、なんかもうね、最後どうなってもいいから当たって砕けろみたいなことで最後の一手を打つみたいなね、なんかそういうことをして今流れを作り出すんじゃなくて、今は流れを作り出さずにね、まあちょっとこう今の状況に身を委ねるっていうことですね。うん、そっちの方がいいっていうことです。安静にしていた方がいい、まあ静観していた方がいいということですね。で、ただただ静観するんじゃなくて、ここですね、広い視野で二人の関係をまあ見るようにしていくということですね。そういう姿勢を貫いていけば、ここですね、ブレッシングっていうカードで祝福ということで、まあ、あなたの望んでいる展開が訪れるっていうことですね。まあ、もう一度お相手の方との恋が進められるっていうカードで、で、よかったねと、ね、あなただけでなく、あなたの周りの人も、あ、よかったね、諦めなくてよかったね、みたいなね、なんかそういう祝福を受けられるような展開になっていく。で、この数字が7っていうのが出ているんですね。だから、もう一度あなたとお相手の方が、立て直してね、恋としてこう進み始めるっていう数字が7なので、まあ7のつくタイミングっていうのが、すごくターニングポイントになってくるのかなと。まあ何月7日っていうことかもしれないし、7日後とかですね。うん。まあ7週間後ということかもしれないですし、7回目ですね。うん。まあ、ちゃんとこう見れるようになった7という数字を迎えられた時っていうことかもしれないですけども、とにかくこう7という数字がね、あなたにとってはすごく重要なメッセージを伝えてくれているので、まあ覚えていただけたらなというふうにも思います。はい。そして最後選択肢のカードを見ていきましょう。こちらのカードです。このカードは、Waking the Lion ということで、まあ目覚める獅子っていうカードになります。まあ内なる獅子を目覚めさせていきましょうということで、この獅子というのがね、何を表しているのかっていうと、欲望とか本能を表す、ものになっています。うん、まあ燃えたぎるものということなんですけれども、だからね、もう一度そのあなたの望んでいるものは目覚めさせていいということなんですね。どこかお相手の方との恋を望むっていうことがもういけないことなんじゃないかとかね、それはもう、なんでしょうね。
なんかこう執着になってしまっているんじゃないかということで、お相手の方を求める気持ちとか望む気持ちっていうのをあなたの中でなんかこう悪としている部分もあるんじゃないかなと思うんですが、決してそういうことはない。うん。あなたがそのお相手の方を求める気持ちであったり望む気持ちっていうのは、これ本当に大切な感情、欲望だからこそ、それをまあ目覚めさせていいんだけれども、その欲望に負けて暴走してしまうことだけは気をつけていきましょうというカードなのでね、お相手の方のことを望む気持ちは持ち続けていいんだけれども、ちょっとねこの7という時期を迎えるまでは2人の関係を広く見る、うん、で流れを無理やりに変えないっていうことを気をつけていくと、また進み出せるっていうのがあるので、ここだけね、合わせて意識していただけたらなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はね、好きな混ぜご飯は何ですかということで、まあ、混ぜご飯っていうのは、まあ、炊き込みご飯とかね、そういったことなんですけれども、まあ、本当にね、ちょっとこう、食べ物のトピックが多い傾向にあるんですが、皆さんね、好きな混ぜご飯は何でしょうか。まあ私の場合はですね、そのタケノコがすごい好きなので、タケノコご飯とかですね、まああとは、まあ贅沢ですけれども、まあ松茸ご飯とかも好きですね。まああとは栗ご飯。まあ栗ご飯はね、ちょっと賛否あるかもしれません。栗とね、ご飯はちょっと合わないんじゃないかみたいなね、思っていらっしゃる方もね、いると思うので、これ好き嫌いあると思うんですが、私はね、結構好きではあります。うん。まああとは生姜ご飯とかもね結構、美味しかったりもするんですが、皆さんはね好きな混ぜご飯何かありますでしょうか。あったらですね、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、ということでこちらですね、ウェイキングザライオンというカードもしくは美をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので何か特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではですね、最後にこちらですね、ビューティフルアンケイジングというカード、もしくはですね、C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、あの人のあなたに対する真剣度はというテーマで、あなたがですね、今気になっているお相手の方があなたに対してどれぐらい真剣なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方があなたに対して抱いていらっしゃるお気持ちと、お相手の方の中であなたはね今どういう存在なのかというのをですね見ていきます。そして、お相手の方のあなたに対する真剣度はということで、どれぐらい真剣なのかということと、最後はですね、あなたとお相手の方のお二人の未来ですね、がどうなっていくのかというのもですね見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速ですが、まずはですね、お相手の方があなたに対して抱いている気持ちと、あなたという存在がどうなのかというのをね見ていきます。はい、ではですね、見ていきます。上の3枚のカードがお相手の方があなたに対して抱いていらっしゃるお気持ちを表すカードです。下の3枚のカードはお相手の方の中であなたがどういう存在なのかというのを表すカードです。はい、ではですね、早速見ていきましょう。うん、はい、ではですね、早速見ていきます。うん、
はい、ではですね、早速見ていくんですが、まあそうですね、まあ出た結果を見るにですけれども、一度ね、まあお相手の方があなたの元を去っていったり、あなたの元を、まああなたとこう距離を置いたりですね、なんかそういった形で今関係が止まっているような状態なんじゃないかなと思います。で、離れてみてね、あなたという存在がどうなのかっていうのをお相手の方の中でもね、はっきりさせようというふうに思って、一旦こう距離を取って離れていかれたと思うんですが、離れてみて分かったのは、やっぱりあなたという存在を手にしたいっていうふうに思っていらっしゃるっていうのは出ているんですね。ただその関係の止め方といいますかね、だからまあ立ち去っていったりだとか、距離を置くっていうのがちょっとそう強引だったんじゃないかなと思います。あなたの中でも なんでしょう、なんでこんなひどいことをされたんだろうみたいなね、なんかこう普通だったらば、こんなひどいことをされたらもうね、好きという気持ちもなくなるはずなのに、でもあなたの中ではそんなひどいことをされてもなんかこう嫌いになれない、好きという気持ちがやっぱこう離れてくれないっていうところがあって、今もお相手の方のことを思っていると思うんですが、お相手の方もね、あなたに対してちょっとこう、無理をしすぎたというかね、まあミスチョイスっていうのが出てるんですね。ちょっとこう判断とか選択を誤ったなというふうに思っていて、それがあるのでなかなかこう近づきがたい、近づきたいんだけどね、っていうふうに思っていらっしゃるっていうのが出ているので、まあこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。ではですね、早速見ていくんですが、まずは上のカードからです。お相手の方があなたに対して抱いているお気持ちを表すカードで、こちらですね、ソードの4というカード、逆位置です。このカードがですね、まあその、ちょっとこう、休止状態をね、本来正位置の時には表すカードで、まあ正位置の時は小休止、休息を取る、まあ行動や計画をストップさせるということですね。今は立ち止まるべきだっていうことを表すカードで、だからこそ活発に動くんじゃなくて腰を落として、こうね、座り込んで考えているわけですね。まあそういうこう立ち止まって今考える時期だっていうことから、まあ行動や計画をストップさせましょうというカードになるんですが、逆位置になるとその立ち止まっている状況からまた動き出す、いわば再開を表すカードなんですね。だからあなたとの関係というものをもう一度再開させたいということですね。それまではそのあなたとの関係をどうしたいのかっていうのがお相手の方の中でもなんかこう分からなくなってきたり、あなたという存在が自分にとって何なのかっていうのもこれなんかこう見えなくなってきたからこそ、ちょっとね立ち止まって考える時間が欲しいということで、あなたの元を去っていったり離れていったり距離を置くっていうことをされていたんだと思うんですが、それをね十分にこう考えた結果、やっぱりあなたの元に戻りたいとかですね、やっぱり自分にとってはあなたが必要だと思っているからこそ、もう一度再会させたいっていうふうに思っていらっしゃるっていうことなんですね。だからいろいろ考えた結果、やっぱり自分にとってはあなたは必要だっていうふうにまあ思っていらっしゃる、まあそういうカードになります。で、次こちらのカードを見ていくんですが、このカードですね、ペンタクルの8というカードになります。で、このカードもですね、もともと正位置の時には焦らずコツコツ積み上げていくということで、地道なことであったり、まあ小さな努力をこう積み重ねていって成果を迎えたい、まあ何かこう目指すところがあって、その目指すところのために努力を怠らないっていうカードになるんですが、逆位置になるとなかなかね、この努力が実らないというかね、虚しい努力っていう意味を持つカードになるんですね。だから今お相手の方の中ではこう一人になって考えてみた結果、あなたを取り戻したいとか、やっぱあなたが必要だからこそあなたの関係を再開させたいというふうに思っているけれども、もうその望みっていうのは時すでに遅しなんじゃないかっていうふうに思っている。自分があなたの元をこう離れていた距離を置く時のそのやり方がちょっとこう強引すぎたが、あまりに今ね、このあなたのことを求めたいね、望むっていうことを望んで、まあ、再会を望んでね、こういろいろ努力をしたとしても、もうそれはね、あなた自身が今度は受け入れてくれないんじゃないかみたいなね。だから努力をしても実らないんじゃないかって、どこがこう、諦めっていうわけではないんですけれども、なんかこう、頑張っても無駄なんじゃないかなみたいなね、ちょっとそういう弱気な気持ちでもいらっしゃる。で、再会したいという意思はあるんだけども、まだ行動に移せていないっていうことですね。それが出ております。で、でもね、やっぱこう再開させたいという気持ちは強くあるようで、ワンドの7というカードになっています。
で、このカードはですね、まあ、有利な展開ということだったり、満足を得るっていうカードなんですけれども、ここね、1人に対して、まあ、6人の敵がいるわけですね。だから、周りの人が、その自分の考えに、まあ、反対したり、賛同してくれなかったり、批判するようなことがあっても、自分のね、意思を貫いていきたいとか、自分の考えを大事にしたいというカードで、だからね、周りの人からどう言われようが、自分はやっぱりあなたを、まあ、もう一度求めたい。手にしたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。そんなことをし、まあ、後ほどね、またお伝えしていくんですが、あなたに対してひどいことをしておいて、ね、もう一度あなたのことを求めるっていうのは、それはもう批判を食らうっていうのは覚悟だけれども、でもやっぱり自分の中ではあなたがいてほしい。あなたとの関係において、やっぱこう、いろんなものを得ていたからこそ、やっぱそれをやっぱ大切にしたいっていう思いが、まあ、なんでしょうね、もう一度、まあ、覚醒したというかね、まあ、芽生えてきたということですね。だから、再会を望む気持ちっていうの方が、やっぱり強いのかなと。ちょっとこう、弱気にはなっているけども、こっちの気持ちの方が強いというのが、まず出ております。で、あなたという存在がどうなのかというと、まあ、ここにつながってくるカードなんですけれども、まあ、やっぱりだから大切な存在ですね。自分にとってなくてはならない存在だっていうふうにまず思っていらっしゃるっていうのが出ていて、このマジシャンというカードですね。魔術師というカードになります。魔術師というカードは自らの行動によって変化を生み出すっていうカードで、やっぱこう自分から動かないと、あなたとの関係には変化がね、起こらないだろうなっていうふうに思っているので、まあ、自分から動かなきゃいけないっていうふうには思っていらっしゃる。けれども、自分から動いても、もしかしたらあなたが受け入れてくれないっていうような思いがあるから、ちょっとこう動くに動けないっていうところあるんですが、まあ、自分から動かなきゃいけないなっていうふうにはちゃんと思っていらっしゃるっていうことなんですけれども、まあ、あとはこれですね。まあ、これがだから強引だったっていうことを表すカードで、ワンドの5というね、カードが逆位置です。このカードはね、人同士の対立っていうことを表すカードで、まあ、対立衝突、まあ、争い事というね、表すカードなんですけれども、まあ、関係をね、一旦ストップさせたかった。それはあなたという存在が何なのか、あなたという人に対してどういう気持ちを抱いているのかっていうのを考えたかったから、ストップさせたかった。でも、その意図があってね、ストップさせたかったんだけれども、あなたにはその理解を得られないまま、なんか強制的にストップをされたんじゃないかなと思うんですね。ちゃんとこう話し合いの結果、じゃあちょっとね、お互いの気持ちを整理するために一旦離れようかみたいなね、これだったらよかったと思います。けれども、お相手の方が取ったのは、なんかそういう話し合いの結果というか、もう勝手に、強引に、無理やり、みたいなね。で、このカードが逆位置になっていると、より事態を悪化させるということなので、よりあなたからの反感を生むとか、なんかこう批判を生むようなやり方で、関係を急にストップさせられたんじゃないか。だから、それがミスチョイスだったなっていうふうに思っていらっしゃる。ちょっと選択を誤ったなと、いうふうに思っていらっしゃるからこそ、今、まあ、動かなきゃいけないっていうのは分かってるんだけど、動いても、なんかこう、それが実らないんじゃないかっていうふうにも思ってはいらっしゃる。で、行動ができなくなっているということで、自分のね、今の状況に追い込んだのは自分だっていうことは、まあ、分かってはいらっしゃるんですけれども、ちょっとこうね、もう少し、あなたにもね、こう、理解してもらえるようなやり方で、ちょっとこう、考える時間を作ればよかったなっていうふうには思っていらっしゃるということですね。で、次、こちらのカードになってくるんですが、ワンドの10というカードは逆位置です。まあ、このカードも逆位置になった時にはですね、まあ、可能性のないことに立ち向かうということですね。だから、もうあなたの中でお相手の方のことを思う気持ちがなくなっているとかですね、もうあなたとの恋の可能性はないかもしれない。けれども、やっぱりこう立ち向かっていきたいっていうことですね。で、それだけやっぱこう、まあ、本来の気持ちに目覚められたっていうこととしては、まあ、プラスに捉えられると思うんですが、お相手の方の中でも、あなたが自分のことを無理だと思っているんじゃないかっていうふうにも思い込んではいらっしゃるので、まあ、報われぬ思いとかね、間違った努力っていうことを表すか、まあ、虚しい努力に近いカードですね。が出ているので、ちょっとお相手の方の中で、なんか背中を後押しするような出来事が起これば、またあなたに対して動いてきてくれて、恋が進み出すのかなと思うんですが、なんかこう、あと一歩をね、踏み出す勇気みたいなものが今、持てないでいらっしゃるっていうのが、まずは結果として出ておりました。ではね、じゃあこれを踏まえて、お相手の方が今、あなたに対してどれぐらい真剣なのか、まあ、真剣度はね、すごく今、高まってきているような状況なのかなとは思うんですけれども、次ね、そちらを見ていきたいと思います。
はい、ではですね、オープンしていきます。うん。はい、ではね、見ていきます。うん。やっぱり真剣度っていうのは高まってきているのかなと思いますし、まあ、あなたとの関係をね、再開させるために、自分を変えていかなきゃいけないなっていうふうに思っていらっしゃる。あなたを変えるんじゃなくてね、今までは、なんかこう、自分色にね、あなたを染めようとしていらっしゃる。っていうのが強かったんじゃないかなと思います。自分の考えに合わせようとしたり、自分のペースにあなたをまあ何でしょう、巻き込むというかね、合わせさせようとしたり、なんかそういう本当にこう自分色に染めようとしていらっしゃったのか、今度はね、まああなた色に染まっていくというよりかは、なんかこう自分をもっとね、こう変えていかなきゃいけないなっていうふうに思っていらっしゃる。これは真剣に思っているからこそその感覚が芽生えたのかなと思います。うん、なので、そうですね、まあ、真剣度、まあ、100% 満点で言うならば、そうですね、うん、まだちょっとこう自信のなさっていうところが、まあ、その真剣度を下げているってわけではないですけれども、まあ、伸びしろを作っているのかなということで、まあ、75から80ぐらいですね。だからあなた そのリアクションであったり、あなたの気持ちが分かれば、もっとこの真剣度っていうのは高まってくるのかなと思います。うん。なのでお伝えしていくんですが、まずこちらのカードから見ていきましょう。リリースというカードです。まあ、これは手放すとかね、解放するっていうカードなんですけれども、なんかこう上着をね、脱ごうとしている。そして、まあ、光り輝く自分にね、これ、生まれ変わろうとしているわけなんですが、これね、あの蛇でいうとこの脱皮みたいなところですね。古くなったもの、なんかこう古い考え方とか、なんでしょうね、手放すべきもの、例えばまあこだわりとかプライドとか見栄とかね、意地っ張りなところとか、なんでしょう、余計なね、こう価値観だとか固定概念だとか偏見だとか誤解とか、なんかそういうものですね。それをこう手放して、うん、新しい自分にこうリニューアルしていこうというカードですね。これはあなたとの関係をもう一度再開させるためには、今までのこの古いままの自分ではやっぱりこれ良くないと、うん、良くないし、生まれ変わらないことにはあなたもね、同じ姿のままだったら、やっぱあなたのところに歩み寄っても、それはまあやっぱもうあなたが受け入れてくれないだろうなということで、もう一度あなたに受け入れてもらうためにも、こう自分を生まれ変わらない、変わらせなくてはいけないなっていうふうに感じていらっしゃるということですね。やっぱりこれというのは真剣に思っているからこそそういう感覚が芽生えてきたんだと思うんですね。うん、今までが真剣じゃなかったというわけではないですけれども、今まではそのね、この服を着たままの自分というのは、先ほどもお伝えしましたが、自分色にあなたを染めようとしていたけれども、そうじゃないと、それが逆に言うと、その恋をうまく進められなくなってしまっていた原因だということにようやく気づかれたわけですね。だからその自分を変えていこうという努力をしていらっしゃるっていうのと、ちゃんと生まれ変わった時に、こちらですね、先ほどのこのマジシャンというカードにつながってきますけれども、信念の明瞭さということで、自分の気持ちをはっきりと伝えていこうというカードになっています。片方は胸に手を当てて、もう片方からは蝶々がこう飛び出そうとしているんですが、これは気持ちの具現化だと思ってください。だからその自分の気持ちっていうのを、まあちゃんとね、あなたに伝わるように表現していきたいっていうふうに思っていらっしゃる。これも生まれ変わった後ですね、うん、生まれ変わる前に自分の気持ちをいくら言ったところで、それはあなたが受け取ってくれないだろうというふうに思っていらっしゃるので、ちゃんと生まれ変わってから伝えようというふうな、まあ、計画を立てていらっしゃるということですね。そして、最後このカードです。サトネス&アイソレーションというカードで、まあ、悲しみとね、孤独というカードになっています。だから自分自身がちょっとこう強引というかね、無理やりというか勝手なやり方であなたを悲しませたり孤独にさせてしまったというところがあったと思います。でもこのカードが見て取れるのは、このね、悲しんでいるところからもう一度喜びをね、感じている姿へと、何でしょう、こうひっくり返っているわけですね。だから以前ここですね、ここを起こした時っていうのは、あなたをこっちからこっちに転落させたっていうところがあると思うんですが、今度はここね、転落させてしまったのは自分なんだから、あなたをもう一度ね、こう、うん、ハッピーにさせたいというかね、幸せにしてあげたいと、まあ、そういう思いが今はあるわけですね。これもまあやっぱこう真剣度が高まってきているからこそ、ね、あなたをもう悲しませたままでいいとかね、孤独を味わわせたままでいいっていうわけではなくてね、そこを反省されて、もう一度あなたに喜びとか安心とか幸せとか愛をね、もたらしていきたいっていうね、まあそういうお気持ちになってきている。でもここを実際に実現するためには、自分が生まれ変わらなくてはいけないっていうふうには思っていらっしゃるので、今はそこを進めていらっしゃるっていうところですね。はい。なので真剣度としては高いと思います。
はい、では最後ですね、あなたとお相手の方の、まあ、未来ですね、今後の未来がどうなっていくのかっていうのを見ていきます。ではですね、早速見ていきます。うん、はい、ではね、こちらのカードが出ました。出たカード、ニュービギニングスという方、まあ新しい始まりということなので、やっぱこれ再開を示すカードが出たかなと思います。ゲートウェイというカード、そしてリリースというカード、まあこちらのちょっとリリースとは違うのかなとは思うんですけれども、見ていきたいと思います。はい、まずはこちらから見ていきましょう。ニュービギニングスということで、新しい始まりが始まりを迎えるということですね。まあ、そのお二人の関係がね、終わったというわけではないんですけれども、何でしょう、まあ第一章に幕を閉じたみたいな感じですね。で、これから第二章が始まっていくみたいなね、新たなストーリーがここから始まっていくみたいなイメージだと思ってください。まあこの第一章第二章というのはね、人それぞれね、今までこうくっついて別れてくっついて別れてっていうのをね、されている方だったら、第13章が終わって第14章がこれから始まるみたいなパターンもあると思うんですが、まあとにかくこう新しいストーリーがまた始まってくるっていうことなんですね、お相手の方とは。だからここで終わりではないということを示しているカードがこちらになります。で、まあ今回に関しては今までとは違ってお相手の方が生まれ変わってくるっていうことなので、この新しい始まりっていうのも、まあいわば今までとは経験したことのないものになってくるのかなと思います。あなたにとっても未知なものになってくると思います。だから、まあそういった意味でも、まあ期待していてもいいのかなとは思いますし、まあお相手の方のね、その生まれ変わったお相手の方との新しいストーリーということなので、今までこう、なんでしょう、こう何度もこうつまずいてしまっていたところとか、ぶつかってしまったこともなく、まあもしあったとしてもね、今までとはまあこの、なんでしょうね、その問題のこの過ぎ去り、なんでしょうね、これ、対処の仕方っていうのも変わってきて、どんどんね、これ良い方向へと向かっていくのかなと思うので、そういった新しい始まりをまた迎えますよっていうのが出ているのと、あとはゲートウェイということですね。門が開かれて出発を迎えるっていうことなんですが、まあこれは先ほどのこのカードになるのかなと。お相手の方が自分の中でね、自分をこう変えることができれば、ようやくね、この門が開かれてあなたの元にこう、動いてきてくれますよ、出発をしてくれますよということですね。だからあなたの元にまたこう会いに来てくれたり、連絡をね入れてくれて、そこで気持ちを伝えてくれる、そして新しいストーリーがまた始まってくるというのですね。まあそういったこう未来を表すカードが出ています。はい、で、最後このリリースというカード、まあ先ほどのリリースとちょっと違うんですけれども、まあこうなんていうの、落ち葉みたいなところがあるわけなんですが、これはね、まあ過去のことをね、水に流しなさいっていうわけではなく、まあ、あなたの中、まあ、お互いね、まあ、その、まあ、これまでにおいてね、ちょっとこう、許せないこととかね、忘れられないことっていうのはあると思うんですけれども、まあ、そういったことをね、まあ、いいものだけをね、こう、引き継いで、まあ、なんかこう、余計なものですね、ちょっとこう、憎しみとかね、怒りとか、ね、そういったものは、こう、手放していくと、まあ、しっかりとね、お相手の方が出発を迎えた時に、あなたも、お相手の方を受け入れることができてね。ただ、ここでね、リリース、その、憎しみとかね、怒りとかっていうのを手放せないでいると、せっかくお相手の方が出発して迎えに来てくれた、のに、それを受け入れられなくて、この新しいスタートっていう始まりをね、迎えられなくなってしまうので、あなたの中でもまあ、今ね、こう気持ちの整理、今のうちに気持ちの整理をしておいて、しておくのが重要なのかなと思いますし、それをしておくと新しいスタートをまあ迎えられていくっていうカードになりますので、うん。ちょっとね、お相手の方が、まあ自分を生まれ変わらせるのに、まあ時間がかかっているのかなと。まあ13という数字なのでね。まあ13という期間は、まあなんでしょうね。こう自分を、まあ、こう進化させる期間としてね、過ごされていくのかなと思うので、その13という、ね、数字を迎えた後にね、恋の進展というのが あるのかなとは思います。
はい、そして最後選択肢のカードも見ていきましょう。こちらですね、ビューティフルアンケイジングというカードで、まあ、これはね、美しい心であったり純粋な心っていうものが閉ざされたものを開かせるっていうカードになります。なので今はね、まだ閉ざされているもの、閉じているものっていうのがあったとしても、あなたがですね、まあ、美しい心であったり純粋な心で向き合っていれば、それが開かれていくっていうことですね。まあ、それは先ほどのリリースということもありますけれども、まあ、あなたね、心が、まあ、例えばまあ嫉妬とか憎しみとか執着とかね、まあ、それが汚れているっていうわけではないですけれども、まあ、それをね、こう取り除いて、まあ、純粋な気持ちで過ごしていれば、お相手の方との関係がこれ閉ざされていてもまた開かれていくっていうカードですね。で、しかもこのカードの数字が14ということになっていて、13の後の14なので、やっぱりその14という数字、まあ、13の後にね、こう進展があるというふうにお伝えしましたが、まあ、美しい心をまあ保つようにしていけば、14という数字を迎えた時に もう一度、ね、恋がこう開かれて、まあ、開かれていくというか、まあ、進んでいくということですね。まあ、そういったカードも出ておりますので、重要な、ね、メッセージとして受け取っていただけたらなと思います。はい、ということで、リーディングは以上となりますが、最後ね、こちらについてお話ししていくと、今回はね、好きな、まあ、混ぜご飯っていうのは何ですかということで、まあ、これ炊き込みご飯とかのことをね、言いたかったんですけれども、まあ、いろんなね、混ぜご飯あると思います。皆さんはね、何がお好きでしょうかということで、まあ、私の場合はですね、タケノコが好きなので、タケノコご飯とかですね、まあ、あとは松茸ご飯とかもね、贅沢ですけれども、好きですね。まあ、あとはまあ、これはね、ちょっと賛否あるかもしれないですけれども、栗ご飯ですね。まあ、あんまり栗っていうのはご飯と合わないんじゃないかっていうね、意見もあったりしてですね、好きな人嫌いな人分かれるかなと思うんですけども、私はね、結構好きだったりしますね。あとは生姜ご飯とかもね、結構美味しかったりするので好きなんですが、皆さんはね、どんな混ぜご飯が好きでしょうかね。もし何かあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、ということで、こちらですね、ビューティフルアンケイジングというカード、もしくはですね、C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。